はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、何度かこの動画で、お話をしている、古着好きに俺が染めてしまった弟の件なんですけども、弟がですね、すごい前、10年前くらいに上野一緒に歩いてた時にですね、 N1 デッキジャケットを見て、あ、すげえ、これかっこいい、俺これ好きみたいなこと言って、弟がそういうの珍しいんで、あ、いいねっつって、 N1 ならしかもめちゃくちゃね、物もいいし間違いないよっていう話だったんですけど、その時弟があの B3 を買ってたので、いや、もう B3 今日買って、また N1 行くのはちょっといいんじゃないって言って、まあまあいつかまたでいいんじゃないっていう話をしてですね、定番だしっていうことで、その時はあの買わなかったんですけれども、まああれから10年ぐらい経ちまして、ふとあの今期のバズさんの N1 見てて、あっと思い出してですね、弟に久しぶりにその N1 の話をしてですね、あれ覚えてる、どう、あれ行きたければ買って送ってあげるけどっていう話をしたらですね、あの今期買いたいということだったので、じゃあ俺があのサイズ見繕って送るよということですね、今日、ジャンキースペシャルさんにですね、ちょっと N1 を取り置きしてやりますので、36か38か、ちょっと俺が背格好ほぼ一緒なんで、俺が来てちょっと送ってあげようかなと思っております。なんでちょっとジャンキースペシャルさんに行ってきます。はい、でですね、ジャンキースペシャルさん行ってきました。で、そちらの動画もですね、編集していたんですけれども、法則が発動しましてですね、まあ自分もバズさんの今期のやつをね、いろいろ試着してたんですけれども、まあそれをね、編集しながら見ていたらですね、その日は買わなかったんですけど、自分でやっぱり試着してるやつを見てね、あ、やっぱこれ良かったな、なんで買わなかったんだろうっていうね、あの自分で自分に購買意欲をこう上げちゃいまして、後日ですね、買いに行きまして、買ってまいりました。なのでね、あのこれから弟の N1 も買うんですが、自分でちょっと試着、バズさんのやついくつか試着していくので、その中にですね、購入したものがありますので、ちょっとね、皆さん俺が何を買ったかちょっと当ててみてください。正解は動画の最後にお見せいたします。じゃあ本編いってらっしゃい。クローゼットの片隅で出番を待ってるレザージャケット、いいよ今日は前と一緒に行こうか、軽くブラシをかけて、あのちょっと冒頭でも、話したと思うんですけど、 N1 デッキジャケット欲しいって言ってて、俺代わりに、来ております。こちらおなじみジャンキースペシャルさんに来ております。なんでちょっとカマさんに、ね、接客してもらいながら、ちょっと俺が来て、もう弟と体験ほぼ一緒なんで、それをちょっと来てね、あの買っていこうかなと思います。あと自分の個人的にもちょっと欲しいやつを見ようかなと思っております。着替え中。これ最初 S サイズ。これ S ですね。36ってことですかね。はい、はい、あ、これ表記って36とかでしたっけ？ SML じゃあ、ね、この N1 だと、このカーキの方が後期型になるので、数字表記からアルファベットに変わるんですね、はい、まあジャストだったらこれぐらいですし、全然都内だったら、はい、今ぐらいシャツと N1 ぐらいで割と太く捨てちゃうんで、はい、ちなみにあったかいですか？やっぱこれ本当寝れますね、電車とか乗ったらこれ本当に寝る、キル毛布みたいな、キル毛布なんですよ。まあ、N1 とかになると、そのリブの位置からさらに袖だけでちょっと出るので、サイズ上げると、そこが袖長くなるとか、裾が長くなるとかっていう人はいるので、そこのバランスで見る人もいます。確かに確かに、袖で言えばちょうどいいぐらいなんですけど、ただ、中に厚手のニットスウェット着たら、ちょっとパツパツになるかもなっていう気はちょっとしますね、確かに。まあ、こっから、やるかがちょっとだけ寝てくる。あ、そうか、そうか、はい、なってくるっていうことも考えられるので、はい、まあ、今が一番呼吸が出して、ふわふわな状態なので、はい。正直言って、これだと思います。あ、そうっすね。L になると、ほんと袖丈とか出て、そうっすね、まあ、もちろんこれって、コーヒー型なんで、ネイビーのやつって、ここの、ここまで、ここまでアルパカってあるんで、あ、そうなんですか。そう、袖まくりしにくいんですけど、これって、まあ、ここ、いわゆるジャングルクロス、まあ、1枚2枚なんで、はい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 、まくれるっちゃまくれるんですよ。なので長ければまくれるのはこのカーキの良さですけ ど, なるほど、まあでも着てやるよりったら割とちょっとジャスト目ぐらいの方で着た方が感じがかっこいいです。なるほどなるほど、そうっすね、やっぱ中ちゃんと着るなら、このサイズだな、うん、38でいいと思うな、万能なんでやっぱりでもあって、いや割とこんなに定番の子なんであります。結構メーカーさんから、まあ、割とうち頑張って、まあ、入れてもらったんですけど、なくなったら割とそれでラストってなります。あ、じゃあこっち5万3000円。下手したら今年中になくなる可能性はあります。やっぱ N1 って本当年またぐまで12月ぐらいに N1 とか P コートとかってなくなる印象はすごいあるので。これのもう一個グレード高いやつあったじゃないですか、7万ぐらいです、はい、それはあるんですか？
あれも一応あります。それの三パチがもしあれば。ちょっとこれは自分用に弟とお揃いになっちゃうんですけど、ちょっとネイビーがいいなと思ってたんで、ちょっと俺はネイビーを。で、弟にさっき確認したらですね、M がいいって言うんで、ちょっと M 確定でお買い上げさせていただきます。あとは俺のをちょっと見ていこうかなと思います。はい、いいな、やっぱこれ。まあ、間違いなく使いやすいですね。あったかいですね、思ってたらあったかい。この薄い割に、薄い割にっていうか、この、でももっとモコッとしてるじゃないですか、古着とか。この薄さでこんなあったかいんだと思って、ちょっとびっくりして。外出たらこれまたびっくりします。あの全然風すごい通さないんですよ、これ。そっか、ジャングルクロスが。だからまあ、室内いるときは暑いと思います。うん、冬場とかでも。確かに。冷房がガンガンに、そのお店とかだと。結構、ここにも来てるの結構あったかいですもん、本当に。すげえな。いいな。あ、一応弟にネイビーも送ってあげようかな。あざす。着替え中。正直 N1 と、このデッキジップと、デッキジップあるパパ、あ、そうだ。これは、どっちがあったかいって言ったら別に差はそんなないですか。差はそんなないか、首元ぐらいか。でもあのこデッキってここにリブついてるんで、あ、締めちゃえば、はい、こっちから逃げにくいのかなとは思う。あともう一個言うと、こっちはでもちょっと長いじゃないですか。ちょっとそっちの方が、あ、でもそうですね。だから本当どこでどこどこですね。しかもドロコードもあるから、あと締めればいいみたいな。締めあと締めやすい。あ、そう、これで今40なんで。なるほど、ちょっとでかいかな。でも割とこう胸周りとか結構グッてくるじゃないですか。うん、なるほどね。まあ38ぐらいで、これで40ですね。はい、そうですね。ちょっと38を着てみたいかな。サブロックはないかな。あ、サブロック元々ないんですよ。もう売り切れました。そうですね、ちょっと38を着てみたいかな。カモさん、ちなみにこっちのタイプ、パチ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 のタイプと、はい、ジップのタイプどっちが好きですか。フックですね。お、意外、フック派なんですか。それはあのフックです。へえ、そうなんだ。デッキジップから、まあ、改良されてないフックってありますし、はい、はい、そうですね。あのフックの、そう、自分はあの、はい、あのあそこにかかってるあのカッパですね、はい、あれもフックタイプ買ってるんで。なるほど。あれですよね、確か錆びちゃうんですよね。そうそうそう、海で錆びちゃうから、これじゃやりづらいんでフックにしましょうって。そうそう、1年ぐらいでフックになったんですよね、確かね。そもそもフックのジャケット少ないんで、あ、それが好きです。なるほどね。開けてるときこうピンピンがちょっと邪魔だったりとか。邪魔ですし、だめ、邪魔です。正直邪魔ですし、あの、めんどくさいです。なんか飲みに行った帰りとか締めたくないです。手が少ないんで。ただそれ以上に雰囲気があるので、うん、でジップ、正直でジップのジャケットって、まあ、こういう全然違いますけど、こういう形だとタンカースとか持ってるんで。ああ、そっかそっかそっか。ちょっとかぶるというか、まあ本格的にだったら自分でタンカース着ちゃうんですよ。そっかそっか。だとフックの方が絶対着る。なるほど。フックっていうところで着たくなるし。持ってるのはデッキフックですね。デッキジップじゃないです。持ってるんですね、しかも。デッキフックはもう持ってます。前、昔のバトルフックです。なるほど。まあ、かなりシンプルはシンプルですよね、デッキジップって。そうですね。なるほど。これちなみに着て、こう、洗濯バンバンやっていくと縮んだりもするんですか、これは。あんま変わらない。おそらくそんなに大げさには縮まないと思いますけど。ここがイメージだとよれって、ちょっとこう、シューってなるような。ただ、そこまではやっぱアルパカとかウールとかのコンボなんで、そんなおすすめしてないです。多分、ジャングルクロスのこの生地はそこまで縮みはそんなに出ないはずですけど。そうなんですね。そっか。ありました。ちょっとカマさんのおすすめがあるみたいなので、ちょっとそれを見せて。これも出てたんですけど、まあヘリクルーのヘリコプタークルーのジャケットで、これかわいいわ、確かに。これ真冬いけます？M1 とかやれば多分寒いと思います。もうちょっと、確かに確かに、ちょっと薄めな。かなり、身幅とか肩幅広いので、まあ、今これ36なんですよ。36か。じゃあ多分マイサイズぐらい。はい。まあ中に全然着れる余裕って全然この辺もあるんで。かわいい。で、まあ、でもこれの良さって軽いところなんですよ、はい、軽くてしっかりミリタリージャケットしてるところ。で、去年のパッチモデルの第一形式なんですね。のパッチモデルはもううち販売してて、無地もちょろっとあるぐらいで、今年またパッチモデルと無地がまあ再入荷したので、まあ、去年のパッチは違いますけど、ただ今年のやつもかっこいいですね。いや、俺結構好きです、これ。そう、こんだけ両胸と肩と背中入って、パッチ入って、はい、まあ、5万5000円と増えてるので、超見やすいと思います。うん、なるほどね。いや、形がね、可愛い。そうなんですよ。これは着てみると分かんないですよ。うん、そうですね。着た方が
あ、意外に。これはガン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 も使ってもらえるやつだと思います。お、思ったより全然可愛い。やっぱ軽いんでさらっと切れますし、この形のこの丸こういう感じが、ね、シルエットがすげえ可愛いですね、はい、またジップ締めるとちょっと雰囲気変わるんですかね。結構本当ミリタリージャケットっぽくはなります。なので、まあうん、まあ好みはありますね。そのちょっとこう M1 とかでも丸いシルエットが好きな人もいれば、はいはい、ちょっとスレンダーっぽいやつとかでリフィンタするやつ好きな人もいますし、わかるかな。これ超かっこいいです。これカバさんだったらもう34ですか。じゃあできれば34がいいかもしれないですね。ただ去年出てたんですけど今年30ないので、36から36ね。これかわいい。着てみないと分かんないですね。分かんない、マジで。シルエットがいいかなんてやっぱ着ないと分かんないですからね。分かんないですね本当に。パッと見ね、飾ってるだけだと素材とか柄ぐらいしか分かんないじゃないですか。なるほどね。これ結構好きだわ。これ特になのでパラシュートジャケットとか、はい、今年出てるやつとか、まあいろんなライナーとかは、はい、なんか着ないと分かんないですね。あれは多分そもそもバズりそうで出ることが少ないので。いや、またね、人が来てるのを見るとまた違くていいっすよ。こいつマジでいいと思う。うん、MA1 今期のアルバートターナーのやつです。めっちゃいいっす、サイズ感。30、これで M 38 M のサイズでめちゃくちゃいいっすね。やっぱ MA1 いいな。このスタイリッシュなやつよりやっぱこのモサッとしたやつがいいっすね。カマさんお気に入りのタンカース、あの対談の日から俺も気になっているタンカース、めっちゃ着てみて。めっちゃ好きなんでタンカース。いいっす。これが今期の。今期のタンカースモデル。まあペイントモデルですね。いいっすね。本当好きっすタンカース。結構まあ本当俺着てジャストぐらい。今そう36着てて。ぐらい。ジャストぐらいですね。やっぱちょっとポケットの位置が高いですね。高いですね。あれを思い出しますよね。タクシードライバーのデニーロ。正直防寒性がまあ冬季用だとそこまで高い方じゃないんで、はい、まあ多分今ぐらいでこのぐらい着るのが一番多いと思うんですよ。ちょっと寒くなってきたなぐらいに着てあげた方が、はい、もうちょっと寒くなってきたらここから上からまた着るっていうのは自分は好きですけど、まあそうですね、確かにこの薄さだったら逆に上に着る。上に着て本当これをニットみたいなスウェットみたいな扱いにしてあげるとすごくあの汎用性が高いんです。まあ、多分このシルエット自分これぐらい好きなんで、あんま中着込むってなると本当この辺のアクションプリーツがガバってこれすごく出ちゃうんですよ。あ、確かに。なのでこれぐらいシルエットが本当かっこいいかなと思います。いやータンカスも、うん、いやかっこいいな。いやー本当いい。悩む、超悩む。弟に携帯で聞いたら M サイズがやっぱいいって言うんで、カーキのちょっと紺もネイビーも着てみたんですけど、やっぱカーキがいいってことなんで念願のこいつをじゃあやります。でもそのうち多分ネイビー欲しくないな。なるほどね。絶対欲しくない。いやめっちゃ高かったんでもう間違いないかなと。弟寒がりなんで、あ、まあそれは間違いないですね。あと結構高く体格ほぼ一緒で中にいっぱい着たいって言ってたんで、もう38で間違いないかなと。そうですね、これぐらいで M かな。そう M ですね。 M で間違いないかなと思って、はい、じゃあいただきます。ありがとうございます。すぐ送ります。はい、というわけで、本日はですね弟の N1 デッキジャケットですね、はい、購入しました。ご視聴ありがとうございました。またね。はい、というわけでですね、正解のお時間なんですけれども、こちら MA1 でした。はい、 MA1 を買いました。しかもですね動画ではですね入ってなかったんですけど36サイズを買いました。はい、動画では38サイズをしてて、36の、あ、36というかこの S ですね、スモールも試着してたんですけど、スモールのところねちょっと動画撮れてなくってですね、36もちょっと気にはなっていたので着直してですね、どっちがいいかなっつって結局36にしました。今期のアルバート・ターナー製の MA1 ゲットしました。そしてはい、実はこちらもいただきました。実は2着いってました。正解した人いるかな。はい、こちらですね、ヘリパイですか。はい、カマスさんがすごく一押しっておっしゃってて、着たら確かに本当に可愛くてですね、こちらもいっちゃいました。で近日中にですねこちらの MA1 のまあ紹介と、まあ、こちらのヘリパイの紹介動画、そしてこうでもちょっとやろうかなと思っておりますので、ぜひこれのバズさんの今期のミリタリージャケットですね、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。でそちらの動画も見ていただければと思います。というわけで本日はご視聴ありがとうございました。またねー。